私の名前はパニコ、29歳、既婚者ですが、美大に通っていた頃の友人に頼まれ在宅でイラストレーターの仕事をしています。サラリーマンの旦那の直樹と結婚して間もなく、義母が病気で亡くなってしまい、義父が一人で暮らす義実家へ引っ越しました。そして家を建てるためだった貯金の一部で義実家をリフォームすることを決めました。難度を改造し、私の書斎もあるんですよ。義母が亡くなってから落ち込んでいた義父も少し元気を取り戻したようです。さらになんと、私のお腹に新しい命が宿っていることが発覚。旦那や定年退職目前の義父も仕事から帰ると苦手なはずの家事を手伝ってくれ、私は平穏で幸せな日々を過ごしていました。そんなある日の夕食時、突然義妹のしおりが4歳の息子カイ君と一緒に家を訪ねてきました。しおりの話では、どうやら旦那のヒカルさんと離婚してきたのだとか。私たちはとりあえずしおりとカイ君を家の中に入れました。私もカイもヒカルにマジひどい仕打ちを受けて、それで逃げるようにここにやってきたの。他に行くところがなくて、しばらく実家に置いてくれない？それは構わないが、ちゃんとヒカル君とは話し合えたのか？勝手に家を飛び出してきたとか、そういうことではないよな。大丈夫、ちゃんときっぱりマジ離婚してきたから。それにしてもリフォームしてうち超綺麗になったね。しおりはキョロキョロと辺りを見回していました。俺とパニコで家を建てるって言ったろ、その貯金を崩して綺麗にしたんだよ。しおりとカイは客間を使ってよ。はい、ありがとう。その間カイ君はじっと私たちを見ていました。しおりはあまり実家に帰ってこないので、私がカイ君と会うのも赤ちゃんの時以来。カイ君、おばちゃんのこと覚えてる？私がカイ君にそう話しかけると、カイ君は走ってどこかへ行ってしまいました。ごめんねパニコさん、あの子人見知りだし無口なんだわ。ああみんな、ヒカルが連絡してきたり家に突してもマジ無視してね。あいつ私たちに何するか分かったもんじゃないから。それ以来しおりとカイ君と一緒に暮らすことになりました。しおりは夜に飲み屋で仕事をしているらしく、いつも夕方頃出かけて朝方に帰ってきます。そんなこんなで、それから1週間ほど経ったある日、午前中に私は掃除機をかけていました。すると客間で眠っていたしおりさんが不機嫌そうな顔でこう言いました。ちょっとパニコさん、うるさくてマジ眠れないんだけど。ごめん。なんで朝から掃除機なんてかけてんの？パニコさんがうちにいるせいで超ストレスなんだけど。は？ここの名義はお父さんだし、ここは私の家でもあるのよ。パニコさんはお兄ちゃんの嫁で、マジただの居候でしょ。この家では私の方が立場が上ってこと、ちゃんと分かってんの？しおりは時を経るごとにどんどんマウントを取るようになってきました。ああ目が覚めちゃったからもう起きようと。ああ私の部屋も掃除機かけておいて。そう言うとしおりはお風呂に行ってしまいました。仕方なく客間のドアを開けてびっくり。そこには信じられない光景が広がっていたんです。たった1週間だというのに、散らかったお菓子のゴミ、脱ぎっぱなしになってぐちゃぐちゃに積まれた洗濯物、食べ散らかしたお弁当の残り、ドロドロになっているペットボトルの飲み物などが散乱していたんです。丁寧に畳まれたカイ君の布団の隣にしおりが寝ているぐちゃぐちゃの布団。何これ？うっ。しおりのきつい香水と異臭が混ざり合い、妊娠していた私はあまりの臭さに気持ち悪くなり、口を押さえてトイレへ直行したんです。そこへお風呂から出たしおりがやってきました。ちょっと、うちのトイレ汚さないでくれる？マジ迷惑。こんなことが連日続きました。掃除や洗濯、食事の買い物も支度もしおりは一切手伝わず、それどころかいちいちケチをつけてくるんです。おまけにしおりはカイ君の面倒も全く見ません。カイ君は昼間近所の幼稚園にいるのですが、お迎えにも行かないのです。近所の幼稚園のママさんが、誰もカイ君を迎えに来なくて幼稚園の先生が困っていると教えてくれたことがきっかけでした。その日から体調が悪い時でも
私がカイ君を迎えに行くことに。しおりへのストレスで私は日に日に体調が悪くなってしまいました。思い切ってギフと直樹にも相談し、二人はしおりを叱ってくれたのですが、彼女は完全に無視。しかも自分を追い出せば4歳のカイ君も路頭に迷うことになると、子供を盾に家に居座り続けていたのです。私はすっかり頭を悩ませていました。夕飯の買い物とカイ君の幼稚園のお迎えから帰ってきたある日のことです。玄関のドアを開けると、そこにぐちゃぐちゃに置かれていたのは私の書斎にあるはずの本や雑貨たち。何これ？私は急いで自分の書斎に行きました。そこには私のパソコンをカタカタいじりながらポテチをむさぼってコーラを飲んでいるしおりがいました。ちょっとしおりさん、何やってるの？玄関のあれは何？マジうるさ。今日からここ私の部屋だから。は？っていうか、香水臭い。だって客間でカイと二人じゃ狭すぎだし、それに私が自分の部屋持ってなくて居候のパニコさんがあるのって変じゃない？だからって私が出かけている間に勝手に部屋のものを出すなんてひどいわ。もう大きな声出さないで。しおりがイラついて手をバンとデスクに置いた瞬間、コーラのペットボトルが倒れてキーボードの上にかかったのです。何やってるの？私は急いでしおりをどかし、近くにあったタオルで拭いてちゃんと動くか確認しました。幸い壊れてはいない様子。安心してため息をついたのですが、気持ち悪い。またつわり。私は急いでトイレに走りました。ああ、せっかく動画見てたのに、マジ最悪。私がトイレでつわりで苦しんでいるにもかかわらず、しおりはチッと舌打ちをするとどこかへ行ってしまいました。もう限界。トイレに頭を突っ伏して涙を流していると、私の背中を誰かがさすりました。振り返るとタオルを持ったカイ君でした。ありがとう。そしてカイ君は私に何やら耳打ちしてきました。なんですって？カイ君の話を聞いて、私の頭に体中の血が昇っていくのが分かりました。その時に私はしおりへ復讐する決意を固めたのです。夜自宅に帰ってきた直樹に全ての事情を話したら、直樹も復讐を手伝ってくれるという話に。しおりめ、今までの恨み晴らしてやる。しおりはいつものように前日の夕方に出かけ、朝方に帰ってきました。ただいまって、何これ？玄関からしおりの甲高い声が聞こえてきました。そして間もなくしてリビングでお茶を飲んでいた私とギフのところへやってきたのです。ちょっとパニコさん、私の荷物が全部玄関に置かれてるんだけど。あら、それは大変。仕返ししてるつもり？ここが私の家なんだから。居候のくせにあんなことしてただじゃ置かないから、全部戻して。いやだ。はぁ？しおりは私が動こうとしない様子に苛立ち、何やらブツブツ言いながら玄関に戻っていきました。私はギフと一緒にしおりのもとへ。ねえしおりさん、この画像を見てくれる？私は自分の荷物をまとめようとしているしおりの背中に話しかけました。しおりは振り返ってギロリと私を睨むと、スマホ画面に目を落としました。これは日付入りのその画像は、しおりがホストクラブに入っていくところを撮影したもの。なんであんたがそんな画像持ってるのよ。ああ、これ1枚だけじゃないよ。これも、これも、これも、なんと100枚以上もあるの。毎日毎日ホストに通っていたのね。仕事なんてしてないじゃない。プラス化粧品とか洋服とか高そうなものいっぱい持ってるよね。お金どこから湧いてきたの？私がにっこりしながらそう言うと、あれだけ毎日私に対して強気だったしおりが、何か思い当たることがあるのか、ガタガタと震え始めました。こんな写真盗撮して深夜の
2時の画像よこれ。超ありえないんだけど。お腹の子のこともっとちゃんと考えればマジ母親失格よ。母親失格なのはあんただろうが。その時玄関のドアが開いて、直樹がちょっと開いたドアから顔を覗かせました。お客さん連れてきたよ。そう言った彼がドアを全開にした瞬間、しおりが目をまん丸にして歯をカタカタさせました。そこには老若男女合わせて20人くらいはいたでしょうか。皆さん朝からお疲れ様です。しおりさん、この人たちのことわかるわよね。みんな前の旦那さんの知り合い。ホスト狂いのしおりさんにお金貸してずっと返されない挙句に音信不通のままにされて大変お困りになっている、通称しおり被害者の会の皆様よ。皆さんと駅で待ち合わせて俺がここまで案内しました。さあどうぞどうぞ、中へどうぞ。さっきしおりさんに見せた写真、この人たちが持っていた写真をいただいたものなの。あなたこの人たちから返済を迫られてるから前のアパートを出てこの実家に隠れていたんでしょ。探偵雇ってる人もいたらしいんだけど、なかなか居所がわからなくて困っていたそうよ。だから今日ここにお呼びしてあげたの。なんでどうやってパニコさんがこいつらに連絡取れたっていうのよ。明らかな動揺が見られます。カイ君が話してくれたのがきっかけよ。カイ君、初めのうちは私たちのことを大嫌いなあんたの味方だと思って、私たちなんかには絶対に打ち解けないって思ってたんだって。でもね、毎日幼稚園のお迎えしてた私に心を許してくれて本当のことを話してくれたの。パパと一緒にいたいって言った僕を無理やり連れてきたって。しゃ、本当はカイ君の親権はヒカルさんなんだってね。それに散々なことしていたのはヒカルさんじゃなくてあんただったそうじゃないの。としおり被害者の会の最後尾にいた人がずんと前に出てきました。そう、この人こそがヒカルさん。隣にはカイ君がヒカルさんの手をぎゅっと握ってしおりを睨みつけています。久しぶりだなしおり、探したよ。カイは返してもらうからな。しおりはもう真っ青。朝方でメイクが崩れていることもあり、ホラー映画のお化けみたいになっていました。直樹がヒカルさんに連絡して、ヒカルさんがしおり被害者の会の人たちもつなげてくれました。そんな会がいなくなったら私住むところがなくなっちゃう。会を巻き込むな。というか慰謝料の支払いいつしてくれるんだよ。ヒカルさんのその言葉を顔切りに、みんな金返せとしおりに迫り出す始末。もみくちゃになるしおり、なんとも見ものでした。パニコさん助けて。は？ぜいぜいと息を乱して私の背中に隠れるしおり。今までのことは全部謝るから、とりあえずお金この人たちに支払ってよ。貯金まだあるんでしょ。完全に舐め腐っているしおりに私はとどめの一喝。ざけんじゃねえぞこら。彼女はびっくりして尻もちをつき、再びしおり被害者の会の人々にもみくちゃにされていました。その後ヒカルさんとしおり被害者の会の皆さんによって彼女はどこかへ連行されました。後日ヒカルさんから聞いたのですが、しおりはヒカルさんの友人がやってる工場で監視されながら住み込みで働くことになったそうです。相当厳しい工場みたいで、しおりは毎日ヒーヒー言いながら過ごしているみたい。今度こそどこにも逃げられない状況下でしばらくは地獄の日々を過ごすでしょう。カイ君はヒカルさんに引き取られて暮らしているそうです。しおりが家に転がり込んできてから一番カイ君と一緒にいたのが私だったこともあり、カイ君と私は今でもとっても仲良し。時々ヒカルさんの LINE を通じてカイ君と話をしたり、ご飯を食べたりすることもあるくらいです。そして私も無事息子を出産。我が子の誕生で家族みんな以前よりさらに幸せな生活を過ごしています。ねえカイ君、息子の名前何がいいと思う？そうだな、パニコおばさんの息子ね。あ、そうだ。なになに？惚れたってどう？
惚れた。あー、いい。うん、すごくいいかも。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。